2022年3月、グランキャニオン、アンテロープキャニオン、モニュメントバレー第2章。3月7日月曜日、グランドキャニオン観光。11時22分、ナバホ岬を俯瞰するデザートビュー。雲の中、何も見えません。11時49分、降りしきる雪の中、帰途に着く。16時15分、ホピ岬より小浜岬。17時13分、モニュメントクリークビスタより夕日に染まるモハビ岬。18時23分、ハーミットレストシャトルバスの始発バス停より夕日に染まるノースリム。3月7日月曜日、昨夜雪が降りました。除雪任務完了。8時52分、ホテルを出発。あなたは私に教えてくれ。グランドキャニオン国立公園飛行場へ2キロ。喜びの涙と別れ。青空で空模様は良好。ヘリコプターでグランドキャニオン観光の予定。8時55分、飛行場着。ヘリコプターフライトチェックイン。なんと悪天候でフライトキャンセル。9時30分、とりあえずホテルへ帰と。なんと雪です。よく似た足音。9時32分、ホテルに帰着。小窓、部屋に戻り天気予報を確認。
予報では晴れたり曇ったり、それではとキャニオンの東側観光に出発。10時ホテルを出発。タサヤンは公園に最も近いリゾートタウンです。人口600、個数は20に満たない。ほとんどが大型の宿泊設備か食事どころ。ホテルから5キロ、公園南入り口。国立公園の入園料は場所により車1台20ドルないし35ドルです。ライフタイムのシニアパスは2017年までは10ドル、その後80ドルに値上げ。10ドルで購入したライフタイムシニアパスを持っています。国立公園内を走る州道64号線です。サウスリムの一部、イーストリムです。10時40分、ホテルから30キロ、右の断崖の上がグランドビュー岬です。谷の対岸、ノースリムは雲の中。11時、ホテルから45キロ、公園の東の端、デザートビュー。11時20分、あいにくの悪天候で何も見えません。デザートビュー展望塔、閉館中でした。
2016年2月16日撮影のデザートビューです。同じく2016年2月16日撮影のデザートビューです。年老いた私がある日、今までの私と違っていたとしても、どうかそのままの私のことを理解してほしい。涙を飲んで人につく。服の上に食べ物をこぼしても、靴ひもを結び忘れても、あなたにいろんなことを教えたように見守って。除雪の終わった道にまた雪です。あなたと国立公園内を走るアリゾナ州州道64号線。何度も何度も繰り返しても、その結末をどうか遮らずにうなずいてほしい。あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本の頭。ナバホ岬、ここもダメ、何も見えません。いつも同じでも私の心を平和にしてくれた。悲しいことではないんだ。雪は降ったり止んだりでした。励ましの眼差しを向けてほしい。楽しいひとときに私が思わず下着を濡らしてしまったり。リパン岬、ああ絶望的。時には思い出してほしい。あなたを追い回し何度も着替えさせたり、さまざまな理由をつけて嫌がるあなたとお風呂に入った。11時32分、アリゾナ州州道64号線に戻りました。11時50分、曇り時々晴れの天気予報は大外れ、大雪です。の愛車は二輪駆動、幸いにも後輪駆動。私に祝福の祈りを捧げて。タイヤは雪道仕様ではありません。もちろんチェーンも持ち合わせていません。歯も弱り飲み込むことさえできなく、幸いにも雪道走行、デフロックでしょうかのモードで滑らず走行。12時15分、ピペクリークビスタ、
雪が降り止みました。足で立ち上がろうと私に助けを求めたようによろめく私にどうかあなたの手を握らせてほしい。私の姿を見て悲しんださあ、ピペクリーク。自分が無力だと思わないでほしい。あなたを抱きしめる。焼きポイント。ポイントは岬を意味します。すなわち焼き岬です。知るのは辛いことだけど、私を理解して支えて。谷の対岸。ノースリムは雲の中。心だけを持っていてほしい。峡谷の断崖は濡れてサイドが際立ち色鮮やかです。それだけで私には勇気が湧いてくる。ホテルへ残り11キロ。あなたの人生の始まりに64号線はあっという間に除雪済み。付き添ったように私の人生の終わりに少しだけ付き添って。前方に小型の除雪車、お疲れ様です。あなたが生まれてくれたことで私が受けた喜びとあなた。マクドナルドで昼食ゲット。変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい。また雪が降り出しました。子供たちへ愛する子供たちへ。12時53分ホテルに帰着。マックバーガーの昼食後、再度天気予報を確認。予報では曇りのち晴れ。それではとキャニオンの西側観光に出発。右に行くと今朝行ったイーストリム、直進してウエストリムへ。14時33分、ヤバパイ岬。ここも雲の中。しばし呆然。
落胆を笑顔で隠して涙ぐましい。ビレッジ内のサウスエントランスロードです。14時50分グランドキャニオン鉄道駅、標高2079メートル。ウィリアムズからグランドキャニオンのサウスリムまで全長103キロ。昔ながらの服装の乗務員のサービスが人気です。乗客を飽きさせない多彩な演出を施しているそうです。こんなに別れが苦しいものなら二度と恋だ。車を駐車してハーミットレストシャトルバス停へ。15時5分、ハーミットレストシャトルバス停、標高2086メートル。あの日それはまるで奇跡、行くよやに青空です。女の意地なの15時16分トレイルビュー、標高2100メートル。対岸に有名なエルトバーホテルを含むビレッジ歴史地区が見えます。スイッチバックしているライトエンジェルトレイルも見えます。ここはいくつかの階段が2つの主要な展望台を結んでいます。15時36分、マリコパ岬、標高2138メートル。瞬く星が滲んでこぼれた。グランドキャニオン国立公園はアメリカ合衆国の最も古い国立公園の一つです。面積4900平方キロメートル余り、福岡県に匹敵、東京都面積の 2.3 倍です。1979年には世界遺産に登録されました。露出した層と色とりどりの岩は
5億年から地球誕生の46億年目まで遡るそうです。少なくとも過去6億年動かなかった、非常に安定した地殻の上にできた奇跡の峡谷です。峡谷はコロラド川とその支流の浸食によって形成されました。峡谷内の岩石形成は15ないし20億年前だそうです。公園の主な公共エリアはサウスリムとノースリムです。サウスリムはノースリムよりもアクセスしやすく、公園への訪問の 90% を占めるそうです。グランドキャニオンのあるコロラド高原は非常に安定した地殻の上にあります。高原は周囲約 1800km、 面積33万7000平方キロメートル、日本の本州の約 1.5 倍の広さです。カナダやアメリカが乗る北米プレートの下に潜り込んだプレートがありました。コロラド高原は堆積岩が水平に積み重なったまま 1500 メートルないし 3350 メートル隆起しました。そして少なくとも過去6億年の間、地殻は周極も断層も頑固にこがみ続けた奇跡の大地です。そしてアリゾナ州やユタ州等に特異で稀有な絶景の大地を多数生みました。コロラド高原にはグランドキャニオンと8つの国立公園と14の国定公園があります。16時6分、ホピ岬、標高2150メートル。ホピ岬から見るオハビ岬。画面左側、西にコロラド川が見えます。ホピ岬は広い眺望で夕日と日の出を見るのに最も人気のある場所の一つです。
ダナビュート1513メートル。6時34分、モハビ岬、標高2123メートル。アリゲーター、ワニです。1760メートル。ここからは峡谷の奥深くにあるコロラド川を眺めることができます。夕日と日の出のもう一つの人気撮影スポットです。岬の右側、東にホピ岬が見えます。あの星はあの子です、ほら光ってる、つらくても負けないで強く生きるように。岬の正面、谷の先の大地はノースリム。峡谷の奥、左側にサウスリムの岬群が見えます。6時53分、ザ・アビース、標高2088メートル。この岬からはほぼ垂直に峡谷を見下ろせます。コロラド川の支流、モニュメントクリークです。クリーク沿いにバックパッカーが時折キャンプする小さな浜があります。
ホープビュート1374メートル、タワーオブセット1823メートル、17時13分モニュメントクリークビスタ六甲2094メートル、夕日に染まるモハビ岬、モニュメントクリークからほぼ垂直に立ち上がっています。対岸の大地ノースリムがよく見えます。このバス停からピマ岬まで自転車や車椅子でも利用できる 2.7km の舗装遊歩道があります。遊歩道には複数の休憩エリアとピマ岬を含む6つの絶景スポットがあります。ピマ岬、標高2055メートル、公園には1500種の植物、89種の哺乳動物、355種の鳥類、47種の爬虫類、9種の両生類が生息しています。レッドルート、無料のハーミットレストシャトルバスです。ピマ岬は川を見たり川音を聞いたりするのに最適な場所です。グラナイトラピッドの流音の轟きは静かな日に峡谷の壁に響き渡ります。ハーミットレスト、シャトルバスの終点ハーミットレスト、築1914年のハーミットレスト、昔の鉱山労働者の小屋のような巨大な暖炉を備えています。2013年7月10日撮影、18時20分シャトルバスの始発バス停に戻りました。
ザ・バトルシップ戦艦です。1779メートル。そして昼の苦労と落胆は関係の助走でした。ありがとう。ありがとうなら目が20。